よりによって小沢仁志っすよ。え、死ぬっしょ。さらにそいつらを束ねる頭がいい。その小沢仁志の上にさらに強い奴がいるのか。しかもそいつらが動くときは常に一枚岩なんすよ。まさに最強ってわけね。いいね。まあさ、よさはどうでもいいや。ってことで薬一切ダメだから。前日は前日でちゃんと肩をつけるように。定時からは以上。行こうか。藤尾さん。あ、俺です。俺ご中の中越です。えっ、お前ごっさん。はい、あの俺今1、2年仕切ってるんですよ。おい、俺が言ってた先輩だよ。え、この人が。今日から俺たち藤尾さんの下につきます。マジっすか。マジで。まあ別にいいけどよ。司、いいよな。トドロキちゃん、ほら挨拶しろよ。挨拶。お前にはないもん。あいつは持ってるかもな。ってことでよろしく。おしゃあ。俺を倒したってさ、みんながお前についてくるとは限らない。めちゃくちゃ強いんだこの人。ね？ちゃんと従えよ。おいじゃ。ちょっと待って、ムラッチ。ムラッチ！何？俺が千日の頭取ったらタイマー貼ってもらっていいですか？おー。